はい、どうも、パープンテージェルサッカーチャンネルのつつんです。とえ、今回は総勢15名、京都さんが冬の補強プランということで、まあ、えー、補強プラン。 シリーズ最下位というところでございます。まあ、京都さんがね、今年も苦しんだっちゃ苦しいんだけども、ただやっぱり、ね、サッカー自体面白い、やっぱりカウンターサッカーは僕も好きなんでね、まあ、ポゼッションサッカーも確かに面白いっちゃ面白いんだけども、ただまあ京都みたいにこう奪って素早くカウンター行くみたいな、僕はそういうサッカーもね、好きですし、まあ、なんだかんだやっぱサッカーでポゼッションよりもカウンターの方が得点入る可能性はね、高いというところなんで、まあ、京都さんがまだまだ上に行けるんじゃなかろうかというところでございます。じゃあ、えー、補強プランですね。 考察やっていこうとす。よろしくお願いいたしますと。ということで、まずこちら。えー、まず、えー、これが今シーズンの主なメンバーというところで、まあ、主要メンバーと補強優先度にはなってきます。で、名前のこれ赤いマークがある選手はレンタルでどっかに行ってる選手ですね。で、えー、黄色いマークの選手はレンタルで来てる選手には、 えー、なっててききまままますすんであ、まあこれをだからね元に考え木村選手とか金沢に行ってから何回かゴール決めてますもんね、でイスマイラも栃木で活躍中というところなんですけども、まあ見ての通りセンターフォワードは結構ね、ね枚数がいるとねいうところで、これ基本的には先発順ですね、基本的にはこう先発の回数が多い選手名前の上に置いておりますんで、まあ、最近のゲームのメンバーとか、えー、でいやこの選手はね、えー、最近は先発だよ選手もいるかもしれませんけれども、まあ、最近のメンバーを基準によりも、この 年間通したというところなんで、で多分全員は名前はないと思いますね。僕もね全員は多分把握はしていないので、まあ、主にこう出番先発があった選手をき、えー、メンバーとしてはまあ、えー、置いてるとねいうところができますんで、で,で見ていきましょう。まずゴールキーパーはま低いかなというのは。 ありますます、あ、若い選手、帰ってくればねこの選手だけで本当は1年間以上やれるんじゃなかっうかというのもありますしまあ、ちょっと怪我が残念ではありましたけど連ねできてクソンユン選手もいますしマイケルト選手もいますしまあ今年、ルヴァンカップでねえ活躍してリーグ戦のメンバーでも何回か。 出た太田選手いますんでまあ若原太田がいればねこの2枚看板で、ね、十分やっていけるんじゃなかろうかまあ補強が必要と考える方もいるかもしれませんけどただまあ優先度はちょっとそんな高くはない他のポジションに比べたら高くはないのかなーってのはちょっと感じますけどもねで ディフェンダーはちょっと高いかなと思いあります。まあ、右サイドバックですね。結局白井選手が、ね、FC 東京移籍した後補強しませんでしたもんね。で、まあ、飯田選手も大宮に行きましたんで、まあ、右んとこ福田選手しかいないというところでございます。まあ、福田選手だけじゃなくてやっぱもう1枚、2枚は欲しいんじゃなかかというところで、まあ、サイドバック、特に右はやっぱり補強優先度は高いんじゃ、えー、なかろうかと思いますけどもね。で センターバックもアピュアタイガーをどう考えるかというところで、突然でのまあ残念な、ね、行動が。 ありましたでこの間、先発で出ていたんで、まあ長期で監督も今後使っていくみたいな感じかもしれませんが、ただ、まあ、それ以外でも若干こう不安定さが見えるプレーも僕の中でアピア太陽選手で、えー、あったんじゃなかろうかちょっとありますんで、まあ、もう1枚ぐらい、ね、センターバックを取ってもいいんじゃなかろうか、それこでアピア太陽選手と、まあ他の選手のレギュラー争いができるような選手を取ってもいいんじゃなか,かっいうかといちょっと個人的には思いますねで。左サイドバックに関してはは選手は、ね、後半戦結構 えー、活躍して出番も得ていましたんでミサオ佐藤、まあ、これの2枚がいればまあ十分かというところ、まあ、もう1枚ぐらいいてもと思うんですけどそこはまあ浅田選手いますんでね、まあ、中古でございますね。で まあ中盤に関してやっぱ川崎選手がね海外に行ってもおかしくないというか、そのぐらい活躍しておりますんで、そこはあと平田選手ですねの挙手というところで、川崎選手は海外で、平田選手はなんとなく他のクラブからえ狙われているんじゃなかほか、J2 ではもう結果残しまくった選手にはなってきますんで、そういうことで考えていくとですけどもね、平田選手も出番を求めてどっかに席籍する可能性も出るではないというところでございます。で、八千田選手はまあインサードハーフでね覚醒なるかと。 いううところでしょうかね僕は谷内田選手、栃木時代が好きなんですね、まあ、栃木レンタルで行っているとこは谷内田選手のこのアジディ高くてこの1人でかわしていくみいなテクニックがあって推進力があるところは結構好きな選手にはなってきますんで、まあ、インサイドハーフでもやれるでしょうし、まあ、スリートップのウィングでもプレー可能と思いますんでね、まあ、ちょっとね期待したいというところですが、まあ、ただね、ね北京はあっても中盤はね1枚、2枚はあってもいいのかもしれませんけどもね。で フォワードはそんな高くはないかなというのがあって、まあ、特にセンターフォワードに関しては、まあ、パトリック選手も2桁ゴールを挙げてます。なんだかんだ2桁を挙げているんですよね。で夏間には原選手もいます。まあ、原選手はただセンターフォワードと,、ね、あとサイドウィングウィングのところでも、ね、起用されていますが、ただまあ原選手いて、山田選手でパトリック選手いてみたいな。 まずこ,こ人生ですよ、ね、まずは人員整理は,ここは必要じゃ長いこと、まあ、なので誰かね人員整理した上で補強はあってもいいかもしれませんけどもただねメンバー見てもね左に関しては木下選手いて増田選手いて原選手もここで来ますんで左ウィングに関しては全然問題もないしでしワントップのところ山崎選手いてパトリックいて原選手いてみたいなまあ質がいい選手もねいるというところ右に関しては田中和樹選手ですね、まあ、ジェフ千葉で大活躍している田中和樹選手がレンタルバックで来れば右はねこれだから豊川選手 田中選手でレギュラー争いしていくんじゃ中川、えー、というところなんで、まあ、右特に、ね、いいですよね、まあ、豊川選手、まあ、中堅以上になってきました豊川選手にはなってきますし、まあ、その下には、まあえー、パリオリンピックスタイルの山田選手いますし、まあ、田中選手もこれくればおも、ね、面白いメンバーが右は揃うんじゃなか,かうかとえーね、京都にはなってきますんで今、ジェフチバって言いそうでしたね <laughs>、えー、京都になってきますんで、まあ、右は本当に補強は必要ないか、まあ、田中選手帰ってくるかどうかにもよってきますがただ、ね、前線に関してまず、ね、いい選手はすでにいますんでまあ 員整理した上で補強はあるかもしれませんというところでしょうかね、はい、で補強候補というところで、まあ、センターバックでいうと山崎選手、突、まあ、で今シーズン30試合ですね、まあ、ちょっとレッドカードかな、レッドカードで退場した1試合除いては全試合出ておりますんで、まあね、昨年、山形から今年し、突、えー、に来て大活躍している選手にはなってきますね。で でやっぱ高さっていうことを考えたら1人、イエ選手岩きのセンターバックになってきます、まあ、高い、高い、強いっていうところですね、まあ空中戦強いし、1 8 5センチかな、うん、高さもあって、で、まあ、フィジカル能力も高いんで、でセットプレーがゴール決めておりますんでね、まエ、あ、泉選手あたりは、ね、これコートして上がってくるんじゃないこかかというとこですよね。で J1、まあ、から取るのであればもう一人ミックニ・ケレディブス、まあえー、福岡15試合出ておりますが、まあ、センターバックもできるサイドバックもできる、まあ、フォワードもできるみたいなどこでもできる選手にはなってきますんで、まあ、京都の、ね、サイドバックとか、ね、センターバックのところ、まあ、ありじゃなかろかというところですよねで山形からまた J2 を屈しセンターバック野田選手は36試合3ゴール決めておりますが、まあ、足元もうまいし跳ね返す力もありますんで、ね、なんか京都向きの選手かなというのは ありますねでサイドバックですね、まあ、そのサイドバックに関しては、やばい河川井選手でしょうかね、まあ、両サイドバックできますし、今年、山形右サイドバックでね出てます、昨年までは左で出ていて、今年は右ですよね、昨年は右にハンドリック選手がいた影響で左にいたんですけど、今シーズンは右でね活躍しておりますんで、まあ河、ね、井、えー、選手もありじゃなかかと、ね、いうところですよね。で えセンター枠、4日ですね4日も今シーズン、まあ、そんな出番が昨年ほどは多くなくてまあそれこそ進、ね、藤選手とレギュラー争い中とねいうとこなんでまあ、外国人枠使っているんで京都じゃなかったまあセレッソも、ねうん、どうなんだと立場的どう考えても分かりませんけどただ、市場に流れてくればまあえこの選手ね京都に加入すれば相当でかいんじゃなかというとこですよね。で なかなかやっぱね才能が開花しない立田選手、まあ、こういう、ね、悩んでる選手、ね、ポテンシャルはあるんだけどもねみたいな選手はなんとなく鳥栖とか京都で活躍するイメージがありますんでまあその今、ポテンシャルだけでやってるサッカーというのはね今後、まあ、才能開花でね、まあ、ここから成長することができるかどうかというところでしょうかね。ね 中村匠横浜市11試合に出ておりますがまあ3センターバック右もできますしまあウィングバック、サイドバックもできる選手にはなってきますのでまあ右のところでね探している京都でいうとまあ,ありじゃなかかという選手にはなってきますね、福岡の前島選手まあ27歳、28歳とまあ右サイドバックだけじゃなくてサイドバックできますね両サイドバックできますね右左右,左右のサイドバックとまあウィングバックもできる選手には。 なってきますんで本当今年のサイドバックでいうと一,一番福岡で伸びたのは僕は前島選手じゃなんかかと思います。まあ、ほんと福岡今年で躍進のシーズンになっておりますがその中で一番伸びたのは僕はこのね、えー、前島選手と思いますんで、ねまあ、前者見てます、福岡に関してはね。ねということで、まあ、前島選手は多分サイドバック欲しいクラブの争奪戦に、えー、なってもおかしくないんじゃなかかとねいうとこですよね。で えー、秋田が高田選手、まあ J2 ナンバーワンサイドバックと言えるんじゃなかが高田選手ですね、えー、38試合4足と、4アシスト、秋田のサイドバックというか、本当、ね、J2 空手のサイドバックにはなっておりますんで、まあ、高田、前島、この辺は J1 は前島、J2 は高田選手、この辺ぱ J2 組で争奪、ね、戦になりそうな感じもしますけどもね、でボランチでと南選手、まあ、山形39試合で、2ゴール5と、5アとまあこの選手ねボランチとしてスイッチ入れることができますね、攻撃のスイッチを。 いできますんで、で主の場ディフェンスもしっかりこう手抜かずやりますんで、まあ、南選手は合うんじゃないか,かとねいうところですよね。で 今の京都にはあんまいないタイプですね、パサータイプの、えー、あアンカーとか、ね、ボランチで言うと平野選手、まあ、裏で何種類か出ておりませんが、ただやっぱこの選手の発想力はねえ面白いものがありますし、まあ、やっぱ浦和京都って結構ね選手のやり取りが多いんですよね,、えー、ね、浦和京都は結構選手のやり取りが多いイメージがありますんで、浦、まあ、裏から行くならボランチ、ちょっとね、えー、今は京都にいないタイプで言うと、ねうん、平野選手は。 ありじゃなかというとこですよね、まあ、これだから分かりません。これは、ね、平野選手と本当に選ぶと思うんです、クラブをね。ということで、まあ、京都のサッカーに合うかどうか分かんないけど、ただ京都にはいないタイプというとこですよね。で アンカーでいうと、桑崎選手、長崎34試合で1ゴール、2アシスト決めてます。まあこのね、桑崎選手、僕も長崎のゲームはずっと見ておりますので、桑崎もまあおすすめできる選手をしてるというところ、本当利きさっちのが高い、まあそれこそまあ京都でいうと金子選手みたいな活躍ができるんじゃ、中勝ち選手ですよね。で、まインサイドハーフで考えると、横山選手、藤枝のロナウジーンのこと、横山選手、のテクニックまで推進力もありますあ6ゴール、8アシスト。 基本的にはトップしたシャドの選手ですね。まあ、シャドの選手なんで、ちょっとね、ポジション的にはないというところなんですけど、ボランチもできるんですよ、この選手ね。実はダブルボランチの一角もできる選手にはなってきますんで、まあ、トップした1000人じゃないというところ、まあボランチもできる選手にはなってきますんで、まあ、それでとインサイドハーフが、ね、バッチリ合うんじゃなかろうかというところにはなってきますねで,で、フォワードでは有田選手、えー、39試合、35、68と、まあ、京都の特徴で言うとウィング、左のウイングに高さ さがある選手を置くっちいのはありますね。まあ、えー、木下選手ね。木下選手とか原選手を左のウィングに置くみたいなえ。その選手をウィングで使うのみたいなえ。センターフォワードじゃないの？みたいな選手をウィングで使いますんで、まあそれで言うとね。 有田選手、有田選手ね、フォワードなんだけど、サイドもできるんですね。まあサイドもできて、センターフォワードもできて、高さもあるというところなんで、まああれやっぱ京都に合うんじゃ中岡、まあえー、岩ではセンターフォワードですけども、たださっき言ったサイドハーフもできる選手なんで、まあ京都の左ウィングとかね、ね、合うんじゃなかかというところ、まあえー、ね、ウィングに高さがある選手を置く京都になってきますんで、まあ有田選手合うんじゃなかか、ちょっと個人的に思ってますけどもね。はい。中国で1ブンテレルサッカーチャンネル、のーンつんでしょチャンネルます。さら。さ